ジョン・オサリバンは、オーストラリアの電気工学者である。彼は現在、オーストラリアの電波望遠鏡、スクエア、キロメートルアレイの設計に取り組んでいる。彼が行った、フーリーエ変換の電波天文学への応用が、無線 LAN を高速で信頼性の高いものにする、コアテクノロジーの開発につながった。この技術は1994年に、オーストラリア連邦科学産業研究機構によって、 特許が取得され、Wi-Fi の規格の一部を成しており、オサリバンも Wi-Fi の発明者の一人として認められている。1977年、オサリバンは、オランダのドーインゲロー電波店問題に勤めている。時に、ジャーナルオブザ・オプチカル・ソサイティ・オブ・アメリカで、イメージ・シャープネス、フーリエ・オプティックス、アンドリ・ダン・ダント、スペーシング・インターフェラメトリーという JP、ホメーカー、 アンド JE のルッデムとの協調の論文を発表した。この論文では、電波天文画像の繊鋭化と鮮明さを向上させるための技術を紹介した。1990年代初頭、オサリバンは、白で研究チームのリーダーとなり、1996年、上記の論文の技術を使用した、無線信号のマルチパス干渉を減らすための関連技術で白は特許を取得した。 この技術は現在の全ての Wi-Fi に実装されている。2012年4月の時点で、白は802.11企画の一部として、この特許を使用することにより生じる4億3000万ドル以上のロイヤル機と和解を獲得しており、他の当事者に対する訴訟によって、最大で10億ドルを獲得することが予想されている。ありがとうございます。